まもなく中央輪回帰が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。バトル俺じゃカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1。はあ、やれやれ。ゴー！8200と互角にダッシュするなんて、わたるさんの8500すげえや。俺の4051も前傾上がりだけど桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で樹くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だから忘れんね。そんな時に最中の外に進められて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800より戦闘力上がったって言ってる。新シリーズは GO プリンセスだって。新しい出発にふさわしいタイトルだよね。ほんとやめてくんないかな。聞いてないし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに電気性能がいいか、 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線ならこの雨、慣れないコースでどこまでモチベーションを保てる。スタミナならおぼっちゃんに負けないぜ。行けろ、ホットヘルまでとことんやろうや。ドライバーもドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。前衛の編成が前衛突戦にマッチしてるなら扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして初生ひな鑑別士免許？違うよ、報酬電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。そいつ偽物よ。二子玉川を揃って通過したところだ。パリパリ疲れてるらしい。簡単には切れねえよな。早いからな。せんかくそれにしたって、この雨の中で渡るの8500についていくのは意外とのことじゃないぞ。京子の時も思ったが、マスコン操作が本当にうまい相手だぜ。このバトルもつれるかもしれないな。だが長引けば長引く、渡るにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主弦動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプト。そういや、2000回のからくりを見破ったのもいつだったんだ。田園都市線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだ。こいつは厄介かも。よくついてくる。波のドライバーは踏み切れて自滅してるぜ。高速力電動機は濡れた軌道は難しい。まだ踏み落ちてやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ8500回。
甘いぜ。8500回全 M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか。そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるのか。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからな。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてきない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぜ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。前の俺のプレゼントをしているんだ。そこにかけてみんながマッコンワークスと君が役に立てるんだ。そして我慢だ。あの奴らと確認して、その絶対に勝つ。うまいもんだぜ。超高等技術のマッコンワークだ。そんなにこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。すんなり逃がすかよ。立ち上がりで並ばれただと。藤ヶ丘でか。こんなところで仕掛けてくるとは。ああ、勾配では仕掛けず藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけたんだ。あんな短いのよくやるぜ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。そうだ、これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央リンクルでのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。空前絶後のレートブレーキングを決めてやるぜ。そう言われても自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですけど、プロっぽいというのにプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思って。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば凌介さんのために勝ちたいという気持ちもあるけど、
一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全にスライスだ。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。おい、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみるわ。何やってんだ、早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。